government and the people of Japan have been most efficient and reliable supporters of UNHCR operations worldwide, including for more than two decades in Serbia. Again, Japan was the first donor to respond to our appeal for aid to refugees in Serbia. はい、本日はお時間いただきまして、ありがとうございます。昨年、セルビアを通過した、中東からの難民は、60万人を超えて、います。で、今年 に入ってから、10万人にとどまってはいるものの、その滞在期間は、長期化していると聞いています。現在でも6400人の難民がセルビア国内にいると聞いています。で、またそのうち2割につきましてはセルビア中心部または国境の町を放浪しているというふうに聞いています。このようにセルビアにおける難民はいわゆる通過国から滞在国というふうに状況が変わりつつあります。このような状況変化の中、セルビア政府およびセルビアの人々は一貫して難民に対し人道的な支援を取ってまいりました。このようなセルビアの対応を日本政府は非常に高く評価しているところであります。このような観点から日本政府は UNHCR を通じてセルビア政府の難民の取り組みおよびその難民の保護環境の改善のために183万米ドルを拠出したところであります。Generous contributions from Japan funded much of the urgent humanitarian aid, including food, water, medical assistance and counseling that UNHCR provided to the authorities and refugees in Serbia. はい、日本政府は、セルビアの難民危機が対応長期化してきたという課題を踏まえ、難民に直接的な支援ではなく、その難民の、通過で、直接的な影響を受けている地方自治体に対する支援も重要であると考えています。セルビアにおける難民の支援、難民に対する直接的な支援およびその影響を受けている地方自治体の開発支援を同時に進めていく考えであります。ありがとう。